はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は悪戦苦闘の90分狂ったプランと立て直しということでセレッソと福岡のゲームのマッチレビューですねやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあ、本当この90分福岡からしたら相当辛い90分になったんじゃないですかね。やっぱり前半ねあんだけ早い時間帯に失点してしまうとそこからまたエンジンを入れないといけないで自分たちでやっぱどちらかというと福岡も、まあ、相手にポゼッション譲っておいてそこから網かけてカウンターに行くっていうチームなんでね、まあ、それがやっぱり福岡逆にボールを持たされてしまったとかなかなかそこから運ぶことができずになんかうまいことをね相手のゴール前まで迫ることができなかったんでやっぱりこう福岡っていうまあプレースタイルとか考えるとあの早い時間帯での失点というのは大きくまあゲームプランが来る要因になってしまうんで一番まあやっぱ最初の15分の集中力というのはちょっともっと高めるべきだったんじゃないかと思ってますけどもね。はい、ということでこちらメインチャンネルございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで一本告知でございますけども今度の月曜日明日ですね明日20時スタートの予定でこのまあ浦和レッズプラス九州勢を振り返るという生放送をやっていこうかなと思っております。まあ、今後ですけどもね、まあ、今後はですけどもねちょっと昨日浦和レッズをやったんですけどもね、まあ、ちょっと時間があるときは試合の同時中継とか、まあ、生実況というかなんかそんな感じ生放送ですね要はですね試合を見ながら Wi-Fi やろうという放送とかもやっていこうと思っているので、まあ、よかったらメインチャンネルそしてサブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、ね、一応明日、まあ、今回月末ということで明日は一応ですけれどもね、まあ、週末の試合振り返りつつあとまあ7月の戦い方とか、まあ、振り返っていこうとかやっていこうと思っているので、まあ、よかったら明日20時、来ていただけたらと思ってますけれどもね。はい、ということで、両チームスターティングメンバーこんな形と、なりました。これねだからセレッソがね硬かったですね。本当に気持ちよくボール回していた感じが、します。で左にタメダですね、まあ、福岡にも、在籍していたタメダが本当良かった。最近のタメダのプレーというのは本当ダイナミックで、ね、スピードもありますし、で2点目のきっかけとなるクロスも、確かタメダ選手が上げると思うんですけど、ちょっとねこのタメダが、最近調子がいいんでちょっと個人的には注目して見ていこうかって改めてちょっとこの試合見て思いましたけどもね。で福岡がだからツートップ山岸選手と渡井選手ですね。ここ外国人選手は入らないのは珍しいですけれどもね、多分ちょっとルヴァンカップのことも意識したのかなちょっと分かりませんけどもね、水曜日やっぱタイトルかかっているルヴァンカップがあるんでね、まあ、ちゅうことを考えると少しルヴァンカップを意識したメンバーとか、まあ、もちろん後半からクルクスとかね、ルキアンとか入ってくるんですけれども、そのまま出場時間数とか、ね、体力的なところも含めてちょっとルヴァンカップを意識したメンバーになったかもしれないというか、まあ90分間のまあ、これ選手交代含めてのプランだったのかなというのはちょっと感じましたけどもね。はい、ということで試合結果こちらでございます。まあ、2-0 でセレッソが勝利ということになりました。まあ、得点者としてはセットプレーからヨニッチですね。やっぱあそこヨニッチらしいヘディングというか山中のクロスも、素晴らしかったですね。まあ、本当ね船木選手がセレッソとか出てきている本当、今後ね船木選手がこのねセレッソとかの左サイドバックレギュラー争いに間違いなく絡んでくるところで、まあ、山中ですねそこがアシスト決めたんでこの左サイドバックの争いというのもちょっとセレッソは注目になってくるんじゃないかと思ってます。で2点目上条選手ですね。まあ、上条も本当今年ね出場時間分数少ないんですけど、まあ、最近出番も増えてきましたしねここから乗ってくるんじゃないか。まあセレッソも今年 J2 から多くの選手、獲得したんですけどその中でもやっぱり 目玉というか争奪戦になっていたのはこの上条選手になってくるんでここからもう一回、上条選手がエンジン入れ直すことによってセレッソとかもこれ、まあ、ACL 争いとかに出てくると思うんでちょっと今後注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、そして前半レビューということで、まあ、ちょっと話したことを結構もう話してしまった感じはあるんですけれども、ね、やっぱり山中選手のクロスによりあそこセットプレーから一発やられてしまったのはもったいなかったなというのはやっぱりあります。でやっぱり福岡のやっぱプレースタイル的には90分間の中でどんだけまあ 0-0 の時間をなくしておいて、ね、相手がちょっと前がかりになってきたところそこに網張って網でガバッとボール奪っておいてカウンターでまあ点を狙っていこうというのはあるんでやっぱあの時間帯に失点をしてしまうと、まあ、ある程度ボールを持たされる展開、まあ、セレッソ坂もちょっとまあ気持ちに余裕を持ってアビスパさんじゃあボール持っていいですよという展開になってくる。まあ、やっぱりアビスパ福岡の得点パターンとか、ね、チームスタイルとか考えた時にやっぱり相手がボール持っている時の方がチャンスのまあ可能性がある、まあ、相手がボール持っているんだけど次の瞬間には一気に、アビスパがチャンスを迎えるシーンも多くなってくるんで、まあ、やっぱり相手がボール持った展開に、したかったところであるんですけども逆にまあ早い時間帯に先制点、取れてしまったんで逆に持たされてしまってじゃあそこからどうするのっていうなかなか難しい時間帯がまあ90分間ついてしまった
った感じが正直します。まあ、セレッソも、ね、別にこう福岡で持たせたというかですけれどもね、自分たちでボール持ってる時間帯は気持ちよくプレーを、していたんで、本当右に左に結構振られた感じが、しますが、まあ、そういう意味でちょっと福岡としても厳しい展開になってしまった前半でございましたね。で特にあとね、2トップ、あの山田と加藤のコンビネーションというか、あそこの2人の絡みに結構翻弄、されてしまいました。特に、加藤ですね、加藤睦月の、 あの斜めの動きですね、あの斜めの動きで抜け出して、ね、ライン最終ラインラインブレイクして、そこから、まあ、折り返しのクロスとかでも何かチャンスメイクしていたんで、やっぱこの加藤という選手は、器用ですしね、本当素晴らしい選手ではある、本当献身的な選手なんで、もうこういう選手がだから福岡も、ね、いればな、加藤が本当福岡来たらもっと福岡はこれ、得点チャンス増えるんじゃないかと思うんですけれどもね、それぐらい本当、ね、加藤選手はボールがないところでしっかり動くことができる本当素晴らしい選手であるんじゃないかと改めて感じましたけれどもね。で、前半終了間際ですかね、毎熊選手のシュートを永井選手がよく防いでくれました。まあ、前半あそこで1点取られていたらですけれどもね、ちょっと厳しい展開になっていた。まあ、前半2点差で終えるか1点差で終えるかというのは、まあ、結果論でいうと、まあ結局2点目取られてしまうんですけれどもね、ただやっぱ後半の入りとかでだいぶモチベーションが変わっていくところあるんで、あそこで1本止めたのは結構大きかったんじゃないかと個人的には思ってますけどもね。はい、そして後半レビューということで、まあ、後半もやっぱ加藤選手動きいいですね。本当このダイアナゴというか、斜めの動きに苦戦しました。まあ、加藤も決定機外しているんで、そこはね、まあ、反省点ではあると思うんですけれども、しかし今、ここ福岡なかなか、ラインブレイク止めることができませんでしたね。でやっぱ福岡ボールがなかなか繋がらずで、まあ難しい展開になってしまった。まあね、単純なクロスで山岸に狙っていくうちの良かったと思うんですけれども、ただなかなかこう山岸選手まで、ボールが繋がらない展開がついた。まあそこなかなか、やっぱり本来であれば、まあ、2トップの一角にルキアン選手とかファンマ選手がいて、ね、相手を1枚潰してくれる、まあ、もちろんノーファールで1枚潰してくれて、そこからボール奪うことができる。まあ、渡選手も守備がしっかり、ね、上手い選手で、まあ、フォワードの選手だけど、しかしまあそこ手を抜かずね、守備のところでも渡選手も頑張ってくれるんですけれども、なかなかこの試合に関して渡選手は、ボール奪えず、そこからチャンスがなかなかなかったと思います。多分あったかなかったかちょっとあんま記憶ないんですけど、渡選手守備というのがなかなか良い攻撃にはつながった印象なかったんで、そこはちょっとね、福岡、まあこれ渡選手だけの問題じゃないんですけれどもね、全体のこのプレッシングの変え方とか含めてちょっと課題は出たのかなっていうのが知ってますけどもね。であとは、クルクスが入ってからも個人の力なんとか打開っていうのはあったんですけれども、やっぱそこもなかなか山岸選手とか、山岸に全くつながらなかったわけではないんですけれどもね、ただやっぱ決定機という面では福岡この試合やっぱ90分間通してほとんどなかったのかなっていうのはやっぱり印象でございますけれどもね。であとやっぱ攻撃監督と長谷部監督って書いてはいるんですけれども、これが何なのかって言ったら2週間ね中断期間があったんで、やっぱこの2週間の中断期間って、その次の対戦相手が、まあ、今回でいうとアビスパ福岡2週間セレッソ盛んに、対する、ね、対策をすることができる時間があった。これ短い時で本当に3日間で次の試合に向けての準備とか、まあ、1週間空けて、ね、この対策する時間があるんですけど、今回2週間あったんですね。で2週間対策する時間があったということも、じっくりもちろんこれ時間をかけて、この、ね、お互いセレッソ戦とアビスパ福岡戦、まあ、お互いですけれども、ね、準備することが、できて、そこでやっぱ監督力の差が出るのかな、チーム力の差が、出るのかなというのは僕の中でやっぱりあります。これは福岡の長谷部監督が悪いとか、ね、って言ってるわけじゃなくてですけどもね、長谷部監督の素晴らしい監督であるんですけど、ただ、少なくともこの試合に関してはこの2週間の準備しっかりしてきたのは小池監督だったのかなってやっぱりあります。そこはやっぱ監督力というか、まあ、チームをどうやってこう、ね、2週間準備させてくるかとか、練習とか含めてですけれどもね、その、まあ、この試合に関してはですけれどもね、小池監督の方が一枚上手だった。この2週間の使い方ですね、この2週間という時間の使い方に関してと小池監督の方が上だったのかなって感じがしているわけでございますけど、まあ、本当長谷部監督もここから本当名将の僕はね、一気にこれから入ってくる監督であるの間違いないと思うんで、長谷部監督もここから本当多分この試合悔しいんじゃないですか。相当ね、2週間準備期間があって、しかもゲームプラン狂ってしまってっていうのがあるんで、多分先週以上に監督も悔しいと思っているはずなんで、まあ、次の試合期待してみていこうと思ってますけどもね。はい、ということで以上、パラプンテ J サッカーチャンネルのつつんですよ。よかったらチャンネル登録します。さよなら。喜ぶよ。